ソードアートオンラインロストソング、プレイステーション4版制作決定。海外のプレイステーション4版発売に合わせて日本でもリリースが決定したわ。私たちの冒険はより綺麗なグラフィックで描かれる。可愛く素敵にパワーアップした私の姿を PS4 で堪能しなさい。だからキリト、そんなに悲しそうな顔しないで。じゃあまだ可能性はあるってことか。ストレアを呼び出すにはもっとテストを進めないといけないんだ。ソードアートオンラインホローフラグメント、ディレクターズカット版 PS4 で登場。あの SAO 事件の最中の物語、私が出会う前のキリトたちがいた世界、どんな経験をして何を思ったのかしら。とっても興味深いわ。グラフィックも綺麗になってるわね。それから秘密だけど新しい要素も用意されてるみたいよ。待っていた、どういう意味だ。それは企業秘密。私って何なんだろう。ああ、帰ってきた。やっぱり君と戦わなきゃいけないのか。目立つことがとても怖くて。命令を受けたら従ってもらうぞ。私のこともわからないよね。うるさーい。ストレアのフォロー。それじゃあフォローエリアに出発。プレイステーション4専用ソフト、ソードアートオンラインロストソング、ソードアートオンラインリ・ホローフラグメント、お楽しみにね。プレイステーションビータ版ソードアートオンラインホローフラグメント、ダウンロード版が期間限定でプライスダウン。とっても素敵でしたよ。私はお前らとは違う。そう言ってもらえると嬉しいな。遊んだセーブデータは PS4 版リ・ホローフラグメントでも引き継ぎ可能。これで予習はバッチリね。プレイステーションビータ専用ソフト、ソードアートオンラインホローフラグメント、好評発売中。バンダイナムコ